今夜も青鬼から逃げたい、青鬼オンラインのお時間です。ねえ、今夜もチャンネル登録者さん10万人ぐらいの激烈人気な YouTuber 目指して頑張って青鬼から逃げていきましょうね。いやー、ほんと増えねえなーと思うんですよ。チャンネル登録者さんで、ねえ、これを見てる君はぜひ登録してくれ。何プレゼント企画とかやったらいいんですかね。なんかチャンネル登録者さんを増やそうっていうことで、よくチャンネル登録をして、このツイートをリツイートすると、ねえ、なんだっけ、ゲーム機プレゼントみたいなね。ドスイッチをプレゼントみたいなね、やってますけれども。私がニンテンドースイッチ欲しいぐらいだよ。ああいうの本当にもらえるのかな？どうなんですかね。私がやるとしたら本当にあげるけどね。ねえ、でもね、先ほども言った通り、私の方がニンテンドースイッチ欲しいぐらいですよ。ねえ、今もうなんか携帯ゲーム機ってもうニンテンドースイッチしかないみたいな感じに、だんだんなってきてですね。プレイステーションビータっていうのがですね、他にもあるんですけれども。ねえ、なんか生産がそろそろ終わるんでしたっけ？ねえ、とかね、3DS はもう完全にね、もうそろそろスイッチやればよくないみたいなね。なんかノリにだんだんなってきてますけれども。ねえ、スイッチ欲しいな。でもね、スイッチより欲しいものが今あってですね。パソコンなんですけども。ねえ、この動画とかですね、他の動画も全部そうなんですけども。ちょっとした編集とかですね。このね、スマホというか動画の向きを縦にですね、変換するのにエンコードという作業が必要なんですけれども。ねえ、パソコンでやってたんですけどもね、ちょっとここ2日3日ね、パソコンがちょっと壊れまして、ねえ、なんか起動するんですけど、こう YouTube 見ようとすると、画面が真っ暗になるっていうね。画面が真っ暗になるっていうね。でもうんともすんとも画面は映らないと。で、パソコン自体はなんか普通に置いてるっぽいんですよ。画面だけ映んないっていうね。ねえ、っていう感じの症状に苛まれて最近こういろいろね、治んねえかなっていろいろいじってるんですけども、どうにも治んないっぽい。ってところでですね、新しいパソコン買わなきゃなって感じあるんですけれども。ねえ、いや、本当に参った。ねえ、なんかYouTube 見ると止まるんですよ。止まるというか画面がパッて暗くなるんですよ。ねえ、いまいちね、何が原因かわかんない。ねえ。その画面を表示する何かが壊れてるんだったらね、もう諦めつくんですけれども。ねえ、機械なのかソフトなのかわからないっていうね。いやー、ちょっとね、とりあえず新しいパソコン買わなきゃなと思ってるんですけども、なかなかね、パソコンも結構な値段しますから。で、そんなわけで、今日も見ていただいてありがとうございます。ねえ、最初に言った通りですね、このチャンネルはチャンネル登録者さん10万人を目指してやってるので、ぜひ登録お願いします。ねえ、ニンテンドースイッチはね、プレゼント企画とかはまだやってないんですけども。ねえ、私ぐらいのチャンネルさんとかでもですね、結構、プレゼント企画とかやってる方もいらっしゃるっぽいんですけども、なんかあんまり増えてる様子ないんだよね。どうなのかな。ねえ、今回の名前はですね、ヒロシアゲハということでやっていきたいと思います。ねえ。というのもですね、コメントでですね、小悪魔アンハを読んでましたっていうね、コメントいただいたんですけども、私も読んでましたよ。読んでましたっていうか、読んでますよ。読んでますよ。ねえ、最近なんかね、小悪魔アゲハさんの方でもですね、YouTuber 特集みたいなね、やってる某有名 YouTuber さんがね、記事になってましたけども。ねえ、どうなのかな？最近なんかね、前の、ここで、ちょっと話投げないで、ランダムマッチやりましょう。ねえ、やりながら話すればいいよね、考えてみればね。この前振りがね、いつもね、5、6分喋っててね、ここだけで、この動画の半分以上使ってからね。ねえ、なんだっけ、小悪魔アゲハの話でしたっけか？もう言っちゃうけども、小悪魔アゲハですよ。ねえ、ギャル雑誌。他にもね、ナッツとかね、いろいろあったんですけど、ナッツとかってのは今、休刊なんですって、まだやってんのかな？でも最近本屋さんで見ないね。だから、小悪魔アゲハも一回休刊しましたよね。確かね。
ねえ、サクリナとかですか？サクリナさんとかですか？サクリナ世代ですか？小悪魔ゲハっていうと、なんだろうね、ギャル雑誌っていう感じの紹介されるんですけども、ねえ、よく私たちの闇みたいなね、そんな特集やってましたからね。ねえ、私の中じゃ、小悪魔ゲハってそっちのイメージなんですけども。ってわけで始まりました。ねえ、ヒロシアゲハどうなのかな？今日は、こう、羽ばたけるのかな？とかね、なんだこの足跡。自分の足跡つくの？あ、違うね。ねえ、とかなんですけども。あとはなんか、個性的な特集がね、いろいろと、なんだろう、話題になりましたけれども。あ、なんかスイッチある。あ、下のあれか。ここは前一回あ、来たとこですね。ねえ、その私たちの闇みたいなのをね、個性的な特集の一個なんですけども。他なんかあったかな？なんか、ちょっと前、だいぶ前かな、ボーカロイドのなんかコスプレ特集みたいなのもやってましたね。ねえ、なんかギャルイ初音ミクとかね、やってましたけれども。ねえ、さらに大昔になると、いわゆる、頂点ペガサスマックス盛りですよ。若干今噛んだ。またルフィが言うな。こうでばっかりやってたお前が、青鬼とはな。大人にはいろいろあるんだよ。ねえ、人気 YouTuber になるために人気ゲームにもう、節操なく乗ってってからね。なんか、今回平和ですね。なんか静かですね。青鬼の戦力も、向こうの方に回ってんのかもな。麦わら帽子のやつも頑張ってるし、俺も頑張らないと。俺たちの進んだ先に、道は広い。おっと、オーラの人がいる。すげえ。もう、強プレイヤーですね。お、どっちから来てる？いやー、でもよく見たら、普通のヒロシ私だけじゃね？うーわー、やられてる。うー、来た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 。しかも音消えないってことはこっち来てんじゃん。いやー、やべ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 、やばいな。霧が左から来てますね。うわ、下もう行けないじゃん。やべ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 。あれ、今青に横にいたのに消えなかった。やべ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 、完全に私目つけられてる。いやー、助けてー。ねえ、麦わら屋を押しのけて、俺がロッカーに入ったぜ。いやー、ちょっとロッカーに落ち着いて、また小悪魔アゲハ話しますか。ねえ、今姉アゲハとかってのもあるよね。ねえ、なんでファッション雑誌の話してんだろうね。姉キャンとかね、ノンノとかね。ねえ、なんかファッション雑誌って青文字系、赤文字系って言うじゃないですか。ねえ、今なんかそのカテゴリーには収まんない感じのね、無限のスタイルが、ファッション界もあるらしいんですけれども、赤文字系が確かね、周りから見られて、こう、モテる系の、やべ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 、話に夢中になって、キリンやれるとこだった。あれ？音する？どっち？みんな向こうから逃げてきたな。こっち行こう、私も。いや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 。で、青文字系が、自分が可愛いとかしたいみたいなメイク。らしいんですよ。メイクとかここでね。お、なにこれ。なにこのベッド、気持ち悪い。とかね。ねえ、今は他にもなんかいろいろね、スポーツ系とかいろいろあるらしいんですけれどもって、これ大丈夫？話しながらやってて。てか、風強っ。開けときますか？ロラボー。やべやべやべ。隠れてよ。あ、麦わら屋が。頑張れ、麦わら屋。あれ、今当たってなかった？あと26人か。てかもう、
ここぐらいしか範囲なくない？最後このロッカーの取り合いになるんじゃない？これ隠れてようぜ。今誰か入ってなかった？ねえとかね、他なんだろう、ポップティーンとかまだあんのかな。最近ね本当に雑誌はあんまり読まないんですけれども、てかちょっと待って、これすげえ勢いで霧になってんだけど、これ上行くしかなくないって、上もないんだけど道が、これやばいじゃん。今ここにいる人で全部じゃない？ 1,2,3,4,5、 あでもここに6人しかいないよ。ああ霧の中にいたのか。だってもう最後ここにいるしかないじゃんね。いやー最後ガスマスク持ってないとこれ厳しいな。でもここにみんないるのに青に来ないね。次の宝箱は私が取るんだ。てか取んないとやばい。うっそ。ちょっと待って、これ初の青鬼じゃなくて霧にやられるんじゃない？これやべやべやべ、私マスク持ってない。やったぜ、やべえな。でも私一番マスク持つんじゃない？これこのメンバーだと私一番マスク持つんじゃない？これで青鬼がこの、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、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 マジか。やべ、これ、一気に全員やられんじゃない？これ。うっそ、俺3位？今のはどうしようもなかったよ。いやー、でも頑張って、こう、いやでも頑張って下のロッカーに隠れればワンチャンあったかな。いやー微妙だったな。今回なんかあのギャル雑誌の話しかしなかった気がする。ねえ、本当にね、今あの、ねえ、前の動画、ね、あの、センシルの動画でも言ったんですけれども、今ね、あの、ファッションジャンルとしてのギャルっていうのはね、なかなかこう、少なく、ねえ、なんかファッションセンスじゃないや。ねえ、なんかファッションスタイルとしてのギャルっていうのが、ギャルというものがね、ねえ、なかなかこう、個性派になってきてるという、ね、お話ですけれども、ねえ、ぜひギャルスタイルになっていただきたい。ねえ、なんでこんなギャル推してんだろうね。ねえ、まあ私がなんかね、もう女子持ってなんぼみたいな感じの考え方なので、ねえ、よくあの、すっぴん見て幻滅したみたいな話いますけども、何言ってんだって話だよね。ねえ、なんかよく私、あんま可愛くないし、みたいな方いらっしゃるんですけども、あんま可愛くないって思っ、ねえ、あんま可愛くないっていう感じの方の方がですね、化粧映えして、すごい化けるので、ねえ、そっちの方がいいと思うよ。逆にね、素で目鼻立ちがパッチリしてる方って、ちょっと化粧しただけでも、だいぶね、こう、けばくないみたいになっちゃうから。ねえ、そんな感じですけれども。さ、今回もガチャを引いていきましょう。これ、今回20分くらい撮ってんじゃね？さ、当たってないよ、来い。またかよ。何俺、海賊団作んの？ねえ、もう、被ってもさ、なんもいいことないんだよね。この青鬼オンライン。なんかないかな？ねえ、ぜひあの、青鬼開発してる方がね、ご覧になっていてくれたらですね、この被り救済をしてほしい。ねえ、そんな感じです。というわけで今回もここまで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、そして、コメントぜひよろしくお願いします。君もギャルについてこう何か語り合ってみないかい？ねえ、なんだそれ。なんだそれ。別に私ギャル系 YouTuber じゃないじゃんね。ギャル系 YouTuber の方っていらっしゃるのかな？まあ、ようわかんないですけども。ねえ、そんな感じで、ねえ、終了していきたいと思います。YouTuber の友達っていねえな。いねえな。初の友達はギャル系 YouTuber がいいな。なんだろうね。普通ゲーム実況やってんだよね。ゲーム実況系じゃねえかなと思うんですけれども。ねえねえ、ゲーム実況やってる YouTuber の方もね、ぜひお友達になってください。はい。
何名前になりたくないの。いや、そんなことないです。なりたいです。それじゃあまた次の動画で。